はい、やってまいりました。えー、43回目。<laughs> なんかおかしいね。えーと、オリオの俺のための俺ラジオ、第43回、えー、YouTube 第3回目、えー、となります。えー、熱い熱いラジオでございますよー。えー、皆さん、聞いてますえー、はい、パーソナリティのオリオでーす。えーとー、先ほどですね、あのー、第2回の時に、えー、途中で終了いたしました。 コメントの読み上げでございますけれども。ほんとすいません。あの、途中でね、切れちゃったんで、えー、時間の方が読めずに申し訳ないです。あの、ブログとかを開いちゃうと、違う画面を開いちゃうと、あの、録音してる時間がですね、あの、開けないので、えー、ほんとすいません。はい。途中でぶっちぎれてしまいました。申し訳ないです。えー、その続きから行きますんで、えー、ついてきてね。みんなついてきてね。 はい。えっと、次、シーモンさんのコメントからですね、えー、続きまして、えー、オフセットさんから、えー、またコメントいただきましたね、これね。えー、金がないだとということで、えー、この記事はですね、えー、あれですよ、あのー、実験成功、かなりの可能性が生まれましたっていう記事からね、えー、いただきましたコメントですけれども、明日は文化の日ですよ、と。 えー、文化に関係ある施設は無料だぜシェゲナベベシェゲナベベ上野の国立博物館も特別展示以外は無料だぜ無料だぜ上野の国立博物館ってなんだあ、わかってない。<laughs> うん、調べてみます。えーっと、そして川崎では OVA 記念で大怪獣バトルのトークショーが無料だぜいや大怪獣バトルのトークショー無料暑いな。 それは、暑いね。ちょっと、ちょっと、あ、気になるわ。<laughs> けど、夕方です。はい。今、これを録音してるのは夕方でございます。えー、途中まで明日、秋葉に行こうかと思っていたけど、オリオさんが行かないみたいなんで、俺行くのやめましたわ。明日は、まあ、それなりに。ということで、えー、この記事の途中までですね、えー、俺は一人で秋葉に行くぜ、イエーイっていう記事書いてたんですけど、あの、これ、リアルにですね、 あの記事書きながら財布の中身を確認したら、いけねえじゃん俺、俺っていうことにちょっと気づいちゃって、あの、秋葉原に、いけねえじゃんっていうね <laughs>、だからあんな唐突に、あの、なんだ、いけませんっていう、結局いけないんですっていうね、記事を書くに至ったわけなんですけれども、オフセットさん、本当ごめんなさい。 あの、書いてた本人もね、途中までは、あの、行く気満々だったんですよ。ただ、あの、書いてる途中で、こう、財布の中身を見てみたら、これはいけねえやと。で、財布風の中身を見ようと思ったのもですね、あのあ、明日何買おうかな、こんなの狙っちゃうんだぞ、イエーイっていう記事を書こうと思ったら、あの、よ、要は予算との都合なんでね、その辺をね。で、予算がこれぐらいあるから、こういうの狙っちゃうよっていうのを書こうと思ったんですけど、いや、あの、まさか <laughs>、 <laughs> いけなくなるとは思いませんでした <laughs> だってね、諭吉さんとか、あと、樋口さんとかね、夏目さんはね、俺に何の断りもなくいなくなっちゃうんだよ。これってどう思うあ、みんなそうだよね、きっとね。みんなそう。みんなそうなんだよ。あの何の断りもなくいなくなるんだ奴らはな。うん、あの3人。あの3人は悪だよね。入ってきて、ちょっと喜ばせたと思ったら、すぐいなくなっちゃうからね。うん。 まあそんな、あのー、ね、彼らのせいなんで <laughs>、許してください。オフセットさんごめんなさい、本当にね。ありがとうございます。で、あのー、まあそんなこんなでですね、えー、ラジオ関連の記事に対してのコメントとか、ものすごいいた,いただくのがね、ありがたいと思います、本当に。毎度毎度ね。うーん あのオリオがこうしてラジオをやるきっかけになったのは、まあ、皆さんね、知ってる方も多いと思うんですけど、あの前はね、相方さんがもう一人いてで、その相方さんと一緒に、えー、ラジオをやってたんですけど、その時はあの生放送で相方さんとの掛け合いで、えー、ずーっとやってて、で、まあ、ちょっとオリオのね、あの体調不良が原因で、そのラジオも取りやめになりまして、 で、えっ、ー、とー、まあ、オリオがね、結局、体調、体質改善ですか、理由にですね、えー、ちょっとブログの方もお休みしてたりとか、えー、もしてた時がありましてですね、それを踏まえて、っていうのもなんかおかしな話なんですけど、そういうのがあって、えー、ラジオは一旦中止になっておりました。ですが、えぇ、ー、まあちょっと体質もですね、改善できてきて、体調も回復してきたので、 えーまあ、ちょっとラジオをやってみようかと。今度はまた一人でですね、誰にも迷惑をかからない状態でちょっとやってみようかと思って、えー、このラジオを一人でやってるに至るわけですけれども、このラジオはですね、もともとはその中学校時代からの夢であの、中学生の頃の夢っていうのがですね、えー、ラジオ番組をやりたい。 ラジオのパーソナリティになりたいっていうのがあったんですね。で、沖縄に、まあその頃沖縄住んでたんで、えー、18歳まで沖縄にいましたんで、えー、沖縄でラジオを聴いててですね、えー、地元のローカルの深夜番組とかを聞いてて、これは本当ラジオやりたいな、やりたいなってずっと思ってて、で、それをですね、あのー、ずっと夢に抱えてきて、役者やったりとか、えー、もしてたわけですが、 今、手軽に、もうすぐにでも、自己申告制みたいな形でやれるものっていうと、やっぱラジオが一番手っ取り早かったんですよ。で、自分なりに調べまして、えー、こんな形ですが、えー、ラジオをやってる次第なんですね、今はね。で、そのラジオをやってる状態で、えー、まあ、なんていうんですか、今、があって、で、このラジオをですね、 この皆さんと一緒にやれる状態があるっていうのは、まあ、ブログがあるからなんですけどまあ今ご存知のとおりねこれあのブログから皆さん聞きに来てくれていると思うんですけどブログ自体は、えー、と始めたのはもう3年4年ぐらい前かなになるんですよねで始めてでそのブログをやってる時もあのブログってどうしてもあの文字を入力する手間っていうのが ありますよねでその文字を入力する手間とかを考えて記事構成も考えてで、えー、まあずっと残るものですからいいものをどうしても作りたいってなっててクオリティも上げていかなきゃとかねいろいろ考えていくわけじゃないですかでそれをやっていくとあのブログの良さっていうのは文字をいつでもこう繰り返し繰り返しもう分かりやすく言うと巻き戻して巻き戻して見ることができる。 っていうのがブログの良さだと思うんですね。で、それをこう、つなげていって、えー、まあ、読者さんが増えたりとか、自分の意思がね、あの、少しでもこう、誰かに分かってもらえてるっていう反応をいただけるとか、要はこう、レスポンスを楽しみにする、反応を楽しみにするっていうのがブログの楽しみ方だと思うんですよ。で、それもいいんですけど、ただそうするにはものすごい時間とか、 あと、精神力が必要で、それをずっと続けてるとですね、あのー、まあ、オリオの場合、まあ、病弱なんでね、うまくいかない時があったりとかもして、まあ、ジレンマがあったりしたわけですね。でそういったジレンマを、あのー、克服する形で一番ベストだったのがやっぱラジオだったんですよ。あのー、一番最初に言った通りにですね、あのー、相方さんがいて、こう、やってるっていうラジオの、 形があってそれをやってみた時にやっぱりラジオっていいなと再確認したんですわな。で、そうすると、こう、ラジオ熱っていうのが熱くなってきて、まあ、自分一人でもやってみようと。熱く熱くやってみようじゃないかと思って、こう、始めたラジオなんです。はい。だから皆さんね、あの、どんな形で、いつ、何時、自分のやりたいことっていうのがやれるようになるか、ほんとかんないんで、 あのー、まあ、これを聞いてくださってる方でね、本当はこういうことをやりたいんだ、こんなことをしたいんだっていうことがある人は、諦めない方がいいですよ。あのー、毎日毎日ね、こう、熱く熱く心をたぎらせろってことではなくて、えー、これやりたかったけど、いや、やんなくて、とかっていうんではなくて、やりたいなーぐらいで止めてるぐらいが多分ちょうどいいんです。 本当にいつ何時それができるようになるかわからないんでね。そうなった時に心の準備っていうのができてると、またすぐ調べたりとかなんだとかっていう時間のかけ方っていうのは苦になりませんから、全然ね。そういったことをこう、皆さんの中でも持っていただければなぁなんて、このラジオのね、えー、存在理由っていう形であってもらえればなぁなんて思います。はい。でですね、 えー、コメントを一個一個紹介していきましたが、なんだかんだですでに10分喋っちゃってるんですけど、あのー、皆さんにですね、ちょっと先ほど中学生の頃からの夢っていう話をしましたが、この中学生の頃からの熱い夢といたしましてですね、オリオの基本的な精神構造をちょっと、も、ま、う、あ、ちょっと強引ですけど、あのー、ご説明しようかななんて思います。えー、その説明がですね、あのー、オリオの精神構造って、もう端的に漢字3文字で言うと、 中二病です。中二病。この単語知らない人も多いだろうな。中二病。な、ななのかっていうと、あのー、これですね。中二病っていうのは、まあ、簡単に言うとえー、今あの、ウィキペディアを開いて、それをさらっと読み上げるんですけど、えー、思春期の少年少女にありがちな自意識過剰やコンプレックスから発する一部の言動行をあ傾向を、小二病から絡め、えー、揶揄した俗語であると。 伊集院光さんね。伊集院光がラジオ番組伊集院光のアップ数の中で用いたことが最初と言われていると、えー。病という表現を含むが実際に治療の必要とされる医学的な意味での病気、または精神疾患とは無関係っていうことですね。えー、この、中二病っていうのは、ざっとどういうことかと言いますとですね、あのー、症例 <laughs>、症例といたしまして、ウィキペディアに書かれているのは、洋楽を聞き始める。 うまくもないコーヒーを飲み始める。売れたバンドを売れる前から知っていると無気になる、えー。やればできると思っている。母親に対して月光してプライバシーを尊重してくれなどと言い出す。社会の勉強をある程度して歴史に詳しくなるとアメリカって汚いよなと急に言い出すなどなどですね。あのー、まあ、中学校2年生あたりに感じがちな えー、心の状態っていうんですかね。それを中二病っても言うわけですわ。スラングですね、いわゆるね。それを、こう、中二病、中二病って言ってるんですけど、あの、この中二病にも三つタイプがありまして、えー、 DQN 系、ドキュン系って言うんですけど、ドキュン系、えー。反社会的な行動や不良を演じる。根は真面目だったり、臆病だったりするので、本当の不良にはなりきれない。えー、喧嘩や犯罪行為に対する虚言が多い、えー。ドキュンとは、反社会的な人、えー。迷惑な不良系を表すネットスラングってありますね。えー、まあ、ドキュン系、えー、ありますね。それからもう一つ、サブカル系、えー。このサブカル系が、流行に流されず、マイナー路線を好み。 他人とは違う特別な存在であろうとする。別にサブカルが好きなわけではなく、他人と違う趣味の自分はかっこいい人と思い込んでいると。ちょっと今間違えちゃったな。かんだな。まあいいや、えー。まあサブカル系ね、そういう人がいます。さらにもう一つジャガン？違った。ジャキガン系。ジャキガン？なんだろう。ジャキガン。まあいいや。ジャキガン系。えー、不思議な力に憧れ。 えー、イントネーションおかしいな。不思議な力に憧れえ、自分には隠された力があるという思い込み、そういった設定のキャラ作りをしている別名妄想系とあるわけですけど、この中二病の3タイプでいきますと、えーと、多分ね、オリオは、サブカル系と邪気眼系が半々ぐらいかな。 <laughs> だと思います。あの、中二病なんです、基本的にね。あの、大人になりきれてない大人っていうか、うん。<laughs> そんな感じ。なのでですね、あの、だから、だからこうね、ラジオをやりたいっていう夢を持ち続けられたのかもしれないと思うとね、まあ、そんな感じなんですけど。<laughs> でも、中二病ってそんな悪いことじゃないと思うんでね、オリオとしてはね。うん。だから、 こうね、夢を持つっていうことは本当にいいことだと思いますし、ただ夢に溺れちゃって現実が見られないっていうのは、ちょっと違う気がするんでね、その辺はちょっとあの、節度ある大人の分をあきまえていただきたいっていうのはありますけれども、まあでも、あれですよ、中二病を発症してる人はね、あのここにイラストをあの送っていただいたメタオさんも自分でね、中二病、中二病って言ってますけれども、 まあ、それでも本当に真っ当にね、社会を歩いていける大人って多いと思うんで、気に病むことはございません。夢はしっかり追いましょう、皆さんね。うん。あの、そろそろ15分なんで、またここで区切ります。えー、今回のファイルで最後かな、はい